ここで臨時ニュースです。ヒロミメタカラトミー校内で流域極真ことギキのメツさんがパワーライン2000保護法違反の罪でデュエベレデンド起訴されました。取り調べで流域極真容疑者は、中立が一番儲かると言われた、ギフトが勝手にやった、裏で斬撃が手を引いている、バレットバイスに気をつけろと、わけのわかんない供述を繰り返しており、取り調べは難航している模様です。株式会社中立が一番儲かるコーポレーション社長アクアンさんはインタビューでこう答えています。一方で株式会社クシロリペッペパインさんのインタビューでは、流極真容疑者は7ターン目に来ると嘘の供述をしてギフトとともに最速で現れ、ペッペパインさんの同胞であるルペア軍団を最速で焼き鳥にしたそうです。これはどちらの言ってることが正しいのか、真実は未だ闇の中ですが、ツバイランサー斬撃マハーマ容疑者は今も逃走を続けています。このデュエプレデンドで思っていることがあれば、ユハイチャンネルのコメント欄までぜひよろしくお願いします。斬撃マハーマめちゃくちゃうざい。はい、どうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルハイです。ということで今回なんですけども、メルティキス使っていきたいと思います。昨日ね、流域極真のデュエプレデンドがね、発表されてまして、21日以降ね、流域極真を4枚デッキに採用することはねできなくなりましたと。まあ1枚でもね多分使われるようなカードとは思うんですけども、まあ流域極真にはねかなりお世話になったので、今日は流域極真を使ったねメルティキス使っていきたいと思うんですけど、このデッキは雪解けマキシマウザホルモスカルセドニティルニアを、まあ聖魂だったり呪いテラーでね破壊しながらリソースを回復したり、マナをね莫大にブーストしながら、まあサファイアだったり流域極真ローストソウルにね最速でねつなげていくっていうデッキになっております。結構ね強いデッキなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもねよろしくお願いします。ということで早速者の方に行きましょう。行くぞ。はい、で行動で対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、マルルクス雪解けメルティキスロストソウル聖魂マキシマムザホルモンでね始まったオープニングハンドなんですけれども、そうですし、マイキーのベンチを得て楽しいと。であればこっちトップオーゼレックドラグイノセントなんで、ここメルティキッス、次のターンマキシマムザホルモン4ターン目セイコンマナ加速からのドラグイノセントサファイア、これできたらね強いですし、ローストソウルもね最速で打てる可能性があると。さあ、ここビート刻んでいきましょう。相手の盾を3枚までね減らしておければあとはサファイアフィニッシュで余裕なので、ここはねどんどんビートを刻んでいくと。さあ4パスですね。さあセイコン置いて打ちましょう。セイコン、ここで2ブーストですね。どちらを破壊しても2ブーストと。で次にドラグイノセント出して、その次ローストソウル、相手かなりハンド多いですから、ローストソウルねされたらもう爆速サレンダーですよ。でここ相手ボルパンサー出してきたんですが、ここね取ってきませんでしたね。めちゃくちゃ偉かったね。ここ取ってきたらね次とはローストソウル決まったんですけども、だがサーファイア引けたので、ここで殴らなくてよかったね。ここ条件反射で殴っちゃったんだけど、ここは殴らなくてよかった。でここシンクギャラクティプロテックスケージパンダネルド将軍がね降臨してきますが、ここなんと立てきたんで勝ちですね。ドラグイノセントでパンダを殴って勝ちですと。これなんだよね、最速でマナ加速をしてサーファイアにつなげていく、そしてローストソウルも打てると。これ完璧なプランニングなんだよね本当に。ってことでね、ここはサファイアが爆誕しますよと。最後ドラグイノセント自爆してサファイア盤石オブザ、盤石の着地で全てのシールドを叩き割ってメルティキスでダイレクトアタック対戦。ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドティルニア流極真マキシマムザホルモン聖魂マキシマムザホルモンでね始まったオープニングハンドなんですけども、さあロストソウル引き込んでいけましたが、まあ2ターン目マキシマム、3ターン目ティルニア聖魂ムーブ、これできたらめちゃくちゃ強いのでいきましょう。マキシマムザホルモン、ここまたねピート刻んでいきましょうか。さあ思考無上心ですね。であれば呪いとテラーも引いたのめちゃくちゃ強いですが、いきましょうティルニア。でここはビートを刻んでいきますと。無論ビートですよ、これは。サファイアにつなげていければ勝ちというね状況をね作りたいので、やはり縦3枚にしておくこと大事ですね。でお相手はコントロールデッキと。さあまたまた聖魂引いてきたので、ここはもう聖魂で伸ばしていきましょう。ロストソウル打ちたいので、ここで3ブーストね刻みことができるんで、次またまたロストソウル最速で打てますと。だから相手もミナクルとかで結構マナ加速は早いので、
これ結構しんどいオブザイヤー受賞しそうですけども、さあギフトから織りなすミラクル、相手バイオレンスフュージョンだと思うんでロストソウル打ってあげれば結構きついと思う。さあデミンダーで、しかもリソースまで回復してきてくれたので、さあトップマルドックスなんだよな、ここな。なんでこっちはじゃあ呪いテラーでデリンダー破壊しながらリソースを回復していきましょうか。ここちょっと噛み合わなかったね。ここでローストソウル打ててればもう勝ちみたいなもんだったんだけど、でここテルニア出すことによって破壊されたら即サファイア打てるんでね。さあメイツの選択肢であればこれサファイア行きましょうか。ローストソウルではなくて、まだねバイオレンスフュージョン相手ね打てないので、サファイアを打ってマルズクスリースタル、これ見据えられる、めちゃくちゃ強い。やっぱり、ね、序盤のマナ加速がものを言いますよこれは。さあサファイア、これ盤石の着地で全てのシールド焼却してって次マルドックスで勝ちです。マルドックススカルセドニーで、まあ、ブロッカー1体なら全然 OK ですと。さあここ竜極神ゴッドリンクして多分デリンダーを蘇生してくるのかな。さあここ竜極神で多分サファイア取ってきて2枚ランデするスペースクローラー、ここでねもう1枚のブロッカー持ってこられたらかなり厄介でしたが持ってこれずと。でここでねサファイア取られますが、次マルドックススカルセドにすることによって相手は竜極神を取らなきゃいけないと。いきましょうスカルセドに、そしてマルドックス、さあフィニッシャーかスペースクローラーかということで、なんとねここ相手スペースクローラーね取ってきたのでマルドックスでダイレクトアダック対戦、ありがとうございました。はい、ということで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドサファイア、メルティーキッス、呪いとテラーの贈り物、テルニア、スカルセドニーでね始まったオープニングハンドなんですけども、さあセドニーがね連なっていったので2ターン目メルティーキッスからのテルニア、呪いテラー、リソース回復で盤面処理と。これめちゃくちゃ強いんじゃないかなと。さあかなりの黄金ムービングかましていきますよと。例えばサファイア置いて暇な確保しながらいきましょうメルティーキッスで、次聖魂置きながらのテルニア、オアスカルセドニーなんですが、まあここはテルニアで良さそうだね。で次トップレインボーじゃなければ呪いテラ打ってリソース回復しながら盤面処理してマナブースト、これめちゃくちゃアドの塊だね。さあプリズンブレインからのウルコスでマナ加速ですね。相手ゴーシーキングかな。さあ環境のトップですよ、トップオブザトップ、トップの中のトップゴーシーコントロールにねやはり勝つことができるこのスカルセドニー軍団で、ここサファイアとドラグイノセントはまたまたつながっていったので、次ドラグイノセントでも良さそうですね。まあ相手の動き次第ではありますが、さあここ竜極神滅の選択肢だからマナはね加速できたので次デモハンは打てると。まあデュエプレデンドになっちゃいましたからね竜極神も、もう21日以降はね彼の姿を、まあでも見る機会はかなり多そうですけどね、1枚は入れられるんでさすがにね入ってくるとは思うんだがな。テクノロジーとかねボルバルザーク、まあ、ボルバルザークもたまに入ってるからな、どうなんだろうね。21日から果たして竜極神はね見ることになるのか。いやでも1枚っつってもメスと劇どっちも使えるからね、実質2枚みたいなもん。ちょっと何言ってるか分かんなかったんでここロストソウル打ちます。さあロストソウルで相手の手札全ジョリーのジョリーしますが、そこまで強いハンドじゃなかったね。さあ相手トップはさあアクアポインター、さあ何をポイントしてくるか。さあこうドラグイノセント落とされますが、まあ、サファイアは出せるプラス竜極神トップオブザデッカーで竜極神滅で盤面全処理、これ、ね、キングをね乗っけられるとめんどくさいんで一応盤面のレインボー軍団全て処理しておきましょうか。でここで汚いナチュラルトラップなんで、もしかして次トップレインボーじゃなかったらサファイア着手するんじゃないでしょうかと。さあだがねレインボーなんですね。さあスカルセドニーとここはテルニアを出して、まあ次サファイアでリーサルを、ね、見据えられるので、ですがここでねメツなんですよね、大相手しメツを出してくると。やはりね彼はデュエプレデンドして正解だったのかもしれない。さあ盤面全処理されますが、サファイアで盾をね全て割ることができて次マルドクセリーサルですね。だが劇でブロッカーをね付与されるかもしれないので、次にマルドクソはクリーチャーがあれば私はね撃滅を処理することしかできないので、結局後続がきつくなってねこっちが圧倒的有利のまま試合を進めることができると。でここでデリンダー蘇生ですが、次マルドクソはクリーチャーで相手はねデリンダーは絶対に生き残さないといけないんだよね。さあ呪いテラーなんだよなここでな。さあマルドクスは生き残ってここで呪いテラー打ちましょうか。呪いテラー打って
てトップ、さあ撃滅でね、これ劇の選択肢でマルデュクス蘇生できれば勝ちですね。さあ赤ポインターで劇以外、さあここドラゲンの先端で劇マルデュクスで勝ちですかね。さあここでクワトロブレイク、さあトリガーでデモハン引いたんで、ここはもう盤石ですね。竜玉子を取ることができればもうまずまず負けないと。であれば聖魂置いていきましょう、劇の選択肢なんですけどね。ここでマルデュクスをピンポイントクラッシュすることができないんで、スカルセドニーで横展開、これでも処理できないんじゃないかな。さあキングアルカディアスを立ててきますが、時すでにお寿司ということで盤面リーサルですね。対戦ありがとうございました。はい、ってことでね、メルティーキスいかがだったでしょうか。かなりね強いデッキなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもねよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。